っけ、ほらポットやったやつね、はい、年貢が出てるかどうかは分かんないんだけど、あ、これは1年経過したものなんですよね。そう、1年前にやったやつね、はい。だいぶなんか幹も太くなってますね、うん、そうね。それで、はい、これが緑の場合が緑でしょ、はい、緑ですね。緑の場合はこの緑も光合成してるわけ、はい、葉っぱだけじゃなくてね、はい、だから葉っぱだけじゃ、ま、足んないから、うん、この緑の部分も光合成してる。あ、そういうことなんですね、うん、さっき赤かったですね、確かに、うん、だから赤いうちは光合成しないから、はい、緑にならないと、うん、じゃ緑になってからの方が光合成をして成長が、うん、だからこれは葉っぱが赤く出るから、はい、葉っぱが赤いうちは光合成しないから木としての活動を休んでるわけね、はい、だから幹でしてるわけだ。ああ、そういうことなんですね、うん、ねえ、まさか幹でまでしてると思わないもんな。うん、じゃあ今結構あのもみじとかあの色が真っ赤になってるじゃないですか、葉が、うんうん、あの時はもう葉は木がだからもうお休みしてそうですよね、うん、その代わり幹のところが緑色に全部がなってるとは限らないよ。ああ、じゃあ樹勢が弱いと、うん、だからまだ木がもうちょっと早くその太くなりたいなとか、うんうんうん、そういう場合にはあの緑からも光合成してるわけね、うんうん、うわー出てたよ、ほらこんなによく、ほら、あー、すごいですね、ね、うん、ただこれ弱くのがちょっと下すぎたから、うんうん、これギリギリじゃないのよ、ここちょっと間が空いてる。あー、確かにそうですね。だからこれはもう経験でやるんで、うん、僕らでももう分かんないわけ、そこがうまくね。でも根がほんと全体的に八方になってますよね。なってるんでしょ、うん。で今度あとでね、粘りのこと考えて、はいはい、これ下に出てるんでしょ、うん、上にも出てるんでしょ、はい、したらこれを取ることによってほらこれが出てくる粘り、あ、出てきてます ね粘りが良くなるんでしょ、うん、そういうことを考えて根っこを整えていくわけね。今度これね、うん、出っ張ってんじゃん。あ、出っ張ってますね。上出ちゃうじゃん、植えるところは。あ、出ちゃいますね。ね、どれよりも。うん、と、こう見ると、ここにあるのね。ね、うん、このほら。はい。と、これをこう切ることによって、こうほら、粘りになってくるわけ。こういうふうにね。だから、植え替えのたんびに、少しずつ良くするんだよっていうふうに考えてもらって。はい。だからただ植え替えっていうのは土を取り替えればいいやじゃなくてね、植え替えの時は粘りも調整しながら、うん、特に上じゃなくてね、粘りはもう植え替えの時のじゃないと調整できないから、うん、だからあの植え替えの作業の一つとして根を整えるということを覚えてもらった方がいいかもね、はい、それは植え替えの時できないからね。ほら、こんなにいいでもある。あ、いいですね。ね、あ、もう粘りもね、本当にできてますもん、ね。できてるんでしょ。で、それと同時に上も今度剪定をしていくわけね。はい。で、これここに出てるのね。はい。芽が吹いてますね。こういくと植えちゃうじゃん。はい、したらこれでこうやって取っ替えればほら枝になってくる。あ、そうですね、細い枝になっていきます ね。そういうふうにすれば針金かけなくて済むわけ。うん、だからすぐみんな針金って言うけど、針金かけなくてもちゃんとした剪定ができない人は針金かけるわけ。うん、ほら今度これで化粧鉢に入るわけだ。うん、
わあ素敵ですね。もうちょっとここも切りたいですね。なんかよく言ったらどこ？ここ？この長い、うん、長さ？うん、これはさ、はい、スクールがあるから、うん、僕らはいろんな形を作った方がいいわけ、うん、お客さんによって長いのが好きな方も、うん、長いのがいい人もいれば、だからって長いのが全部が全部長いのができる材料があるか分かんない。あそうですね、だから材料によって決める。ああじゃあちゃんとその盆栽の特徴を出して、そうそう、やっぱりお客さんのそのニーズに沿ったものを作り上げていくっていうことですかね、うん、そう、はい。それから今度ここなんだけど、はい、ほらこんなに前のが長いわけ。あ長いです ね、 ね、はい、これじゃあだって朝日足入んないじゃん、うんうん、これを今度切るわけね。はい、こういうふうにして今度浅い鉢入れるわけだ。はい、とこれさっきここに芽があるよって言ったじゃん。あはい言ってました ね、 ね、これも可能性があるわ。どっかから芽があって出る可能性、うんうん、はい、だけどこれ刺し木でさっきの細いのをさ、こういうのを刺してさ、うんうん、これだけの太さにしね大変なわけよ。そうですよね。したらこれを芽が出なくて、もともとだから、うん、捨てちゃうもんだ本当はね、うん、もとりきの下だから捨てちゃうもんだから、捨てるつもりでこういうふうにして鉢植えといてくれるわけ。芽が出ればもうこんだけの太さができるわけだ。そうですよね、ちっちゃくてね、ね、うん、かわいいですよね。でこれでできたものを今見せっかね。はい、これわーすごい粘りがすごいいいですね。え、だからこれを今度粘りをちゃんと整えて芽が出たら、ほらもうこんだけできてんだから、どこから芽が出るかわかんないけど、仮にこっから出ればこういう、ほら、あこれすごく節間も短くていいですね。うん、これ何年目ですか？芽が出て3年ぐらい経ってんじゃん。ここからで3、4年経って、うん、そうするとこうなるんですよね。そう、うん、あこれもすごくいいですね。また下の方からも芽が吹いてきてますもんね、うん、だからそういう取り気をすると、はい、その代わり山もみじについたのが取ると山もみじ出てくるのは、うん、これはほら出生所の挿し木をしたさっきのね、はい、を取り気をかけたやつ。うん、え、あそっか、ここの下は出生所なわけ、挿し木だから、だから山もみじに継ぎ木をしたやつで取ると山もみじになっちゃうわけね。でこれでまあ化粧鉢今入れるけど、はい、これも化粧鉢入れるんですよね。うん、それは化粧鉢じゃなくて、それはすだち芽が出るかどうかわかんないから。ああそういうことですね、うん、はい、このまま入れて、はい、入れたらこうやって回したり押さえたりして曲げるわけ、根っこ。はい、だから最初にこう土を少し入れといて、はい、これこうねじればほらほら曲がるじゃん根っこが。あはい曲がってますね。ね、それでこうやって泥入れればほら次に曲がった根っこが取れるということね。はい、そういうふうに工夫して根っこが曲がるように なんとか工夫してね、はい、やると曲がった次には面白い根伏せの根っこが取れますよってこと。はい、はい、これを刺すことに2年するとうまくやればああいうのができるわけ。うん、ところが刺す時にこうね、こことここ歯の間隔ね、はい、ここのここ短いでしょ、うんうん、短いでしょ、短いですね。長いところと短いところ、いろんなのがあるわけ。これもそうだけど、はい、そうですね、こんだけ長いの、ここからここまで、あ長いです ね、 ね、これもほら、こんな長いでしょ、うん、ところがここ行くってほら、こんな短くなるわけ。うん、だから挿し木をする方を取るときは、はい、なるべく短めのところを利用して取った方が葉と葉の間隔が短くなる。うん、枝がだから細かく出る、ね、はい、だからこの節間のなるべく詰まったところを刺した。
今刺しても大丈夫なんですか？うん、今俺こんな昨日刺したよ。うん、デザインの人が。はい。で前にも言ったけど、この方ね。はい。方は目安として、はい、自分の指の長さ。うんうんうん。こういうふうにね。はい。を基準に長さを、ね、の差し木のサイズを、うんうん、はい、決めるということね。でどうする、これ刺したの取っていく。あ、そうですね。じゃあこっちに、あ、これももうそのまますぐに刺しちゃってもう大丈夫なんですか？うん、これ刺さなければね。うん、これなんですね。これなるべく斜めに刺した方がいいんですか？少し斜め。はい。で、これがさっきのほら下よ。ああ、下もこういう風に。うん。だからここで芽が出れば、はい、あの小さいのができるということ。こうやってまとめてやった方がいいんですね。うん、まあ普通お客さんでこんなにまとめてないだろうけどさ。うん。